안녕하세요, 주주입니다. 하이, 皆さん。今はちょっと夜遅い時間なんですけど、私が、なんか子供の時から好きだった、サッカー選手がいますよね。ユサン・チャルっていう方なんですけど、この方は、韓国の代表としてもすごく活躍してましたね。そして、多分日本でもプロ、サッカー選手として活躍したこともあるので、日本の方々も、日本にもファンが多かったようですよ。それで、この方が、膵臓がんで、今日亡くなりましたね。それで、私には本当にかなり大きいショックでした。結構大きいショック。なぜならもう、あの方はまだ49歳なんですね。だから、まだまだ若いのにっていうのもあるし、サッカー選手としても、なんか、運動選手ってなんか、健康なイメージあるんじゃないですか。なのにも、やっぱり人間の人生ってどうなるかわからないんだなっていうのが、改めて、人生を生きていけば行くほど、そういうのを感じる瞬間が多くて、そういうちょっと複雑な気持ちになって。でもその中で、韓国の記事、なんか韓国の今インターネット上のなんかニュースの記事でもいっぱい、このユサンチャルっていう方に対していろいろな記事が出てきてますけど、その中で、日本でもこういう温かいコメントをたくさんしてくださってますよっていうのがちゃんとなんか紹介されまして、私もなんかヤフーでちょっと見に行ってみたら、実際に本当にたくさんのコメントが、なんかたくさんのコメントをしてくださってますし、そのコメントが本当にほぼ全部が本当にユサンチャル、あの方に対して、いいメッセージ、いいコメントをしてくださって、本当に感動しましたし、ユサンチャルっていう方も、きっと、日本の方々にも感謝してるんじゃないかなと思いましたね。だから、私も、あの方のように、誰かには、そういう素敵な人間として、そういう思い出になりたいなと思いますね。人間って本当にいつ死んでもおかしくないのがこの世の中じゃないですか。個人的に本当にショックでしたけど、また日本の方々の温かいコメント、そういうのでちょっと、またちょっと温かい気持ちにもなるし、だからずっとなんか横になって、あのユサンチャルっていう方の過去の動画とか、一番最近してたそういうインタビューの動画とか、そういうのを見て、ちょっと考え深くなってきて、この動画を撮りたいなと思いまして、とにかく日本でもそういう温かいコメントしてくださって、本当に私は個人的に感謝だと思いますよ。そしてそれがちゃんと韓国のメディアでも紹介されて、個人的には私は日本も韓国も私も好きな一人の人間として嬉しいですし、皆さんもいつも元気にいてください。健康が一番ですね。いつも思いますけど、健康で楽しく生きていきましょう。そしてありがとうございます。ってことで。